マツダライトバスタイプ A マツダライトバスは東洋工業から発売されたマイクロバス。1964年に東京モーターショーにコンセプトモデル出品。その翌年の5月に A タイプの市販を開始する。1965年1月に発売された同社の2トン赤トラック E2000 とメカニズムを共用しており、ラダーフレームと四輪リーフリジットの車種に 水冷直列4気筒オフ 2000cc81 馬力のガソリンエンジンを搭載する。ボディは川崎航空機工業製でアルミと鋼板を用い、前後が曲面で構成されている。当時としては先鋭的でスタイリッシュな外観が特徴。1966年に登場した C タイプは西日本車体工業製の全構成ボディで A タイプと比べるとおとなしいものの、 大型のフロントウィンドシールドを用い、丸みを帯びた特徴的なデザインである。1967年9月、英国パーキンスとの技術提携による、水冷直列4気筒をオフ 2522cc77 馬力の素型ディーゼルエンジン搭載車を追加。1972年、パークウェイに後を託す方でそのまま終売。1965年1月に提携合意。 マツダの故障。パーキンスにもそう名乗るディーゼルエンジンがあるが、これは V 型8気筒 8.4L で、全くの別物。ありがとうございます。